嫌なんですか私ここまでして、先輩のことを守って、先輩のことをずっと思ってるんですよ。あの女なんかよりずっと。私は手紙読んでないくらいで、先輩のことを振ったりしません。書いた手紙が読まれないんだったら、何度も何度も、何度も何度も何度も、送り続けます。読んでくれるまで。 気持ちが届くまで。それぐらい、先輩のことを思ってます。